こんにちは、縁語ろうチャンネルです。オリコンの2023年10月9日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2023年9月25日から2023年10月1日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、みちのく忘れゆき、山本譲二。発売日2023年9月20日定築エンターテインメント。第19位、天空の城、福田光平。発売日2023年4月12日キングレコード。第18位、男の寮母、一条貫太。発売日2023年5月24日日本クラウン。第17位、五穀豊穣ふるさと祭り歌、石田千秋。発売日2023年9月27日ホリデージャパン。第16位、乾いた街、パク・ジュニョン。発売日2023年1月11日キングレコード。第15位、信州追分正五郎、松尾雄志。発売日2023年6月21日日本クラウン。第14位、人の世人世の子守歌、小泉兄弟。発売日2023年9月27日定築エンターテインメント。第13位、アンサー恋歌、浅香美穂。発売日2023年9月6日クマジャパンコミュニケーションズ。第12位、サンタマリアの鐘、竹島宏。発売日2023年3月15日定築エンターテインメント。第11位、家族、北川大輔。発売日2023年1月25日日本クラウン。第10位、カサブランカ、松原健。発売日2023年7月5日定築エンターテインメント。第9位、春待ち鳥よ、岡優子。発売日2023年9月27日キングレコード。第8位、
捕まえて今夜、どんなに愛したとしても。新浜レオン、発売日2023年5月3日、海峡レコード。第7位、星屑セレナーデ、辰巳ゆうと。発売日2023年9月13日、ビクターエンタテインメント。第6位、北海港節、三山ひろし。発売日2023年7月5日、日本クラウン。第5位、海峡ロマン、山内圭介。発売日2023年9月20日、ビクターエンタテインメント。第4位、心万華鏡、山内圭介。発売日2023年3月1日、ビクターエンタテインメント。第3位、釧網本線、走り祐介。発売日2023年9月27日、日本コロンビア。2009年のデビューから数えて15周年目を迎えた走り祐介。記念イヤー第2弾シングルは、地元網走と釧路を結ぶ釧網本線を舞台に、広大な北の大地の中を走る列車に人生観を重ね合わせた釧網本線。作詞は数多くのヒット曲を手掛けた庄司良氏。作曲は北海道の作曲家香西武氏を迎え、カップリングには満天の星、ふるさとの芝を収録。地元網走を中心とした道東を舞台にした3曲で、15周年にふさわしいバラエティに富んだ楽曲が並んでいます。第2位、テキーラモーレ、乾杯しませんか西宮で。花見桜後期、発売日2023年9月27日、徳間ジャパンコミュニケーションズ。リアルタイムビジュアルバンドの代表格ダウトの異端児ボーカリスト後期が、名優最上川司氏が描いた作品を引っ提げて、花見桜後期としてまたまた演歌歌謡ステージに降臨。交流のある最上川司が作詞作曲する楽曲と、自身の愛すべき故郷兵庫県西宮を舞台にしたメランコリックな楽曲を収録。花番、桜版、幸せ版のそれぞれジャケットの異なる3タイプで発売。第1位、だって巡り会えたんだ、純烈。発売日2023年2月8日、日本クラウン。2023年新メンバーを迎えた、なんてったってスーパー銭湯アイドル新生純烈。岩永博明が1月1日から加入した今作「だって巡り会えたんだ」は、間違いなく新
純烈を感じる作品。さらに F、G の2タイプが9月6日に発売され、 F タイプ収録の新曲恋のラビリンスは恋の行方を占う不安な男心を歌い、 G タイプ収録の新曲バンバンバンは星に誘われ繰り広げられる危ない恋物語を歌っています。皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。